すべてが用意されているゼロポイントフィールドにつながる生き方。あなたの周りには可能性しかありません。ここはあなたの本当の思いが叶うところ。そんなのあるの？そうだとしても特別な人にしかできないでしょ。すべてって、じゃあお金も恋愛も家族との関係も仕事での生きがいも健康もすべてってこと。それが全部いい方向に行くってこと？アインシュタインはすべてが用意されているところがあると言います。すべてが用意されているところ。それはどこにあるのか。自ら H2O を切り離すことができないように、あなたからすべてが用意されているところを切り離すことができません。なぜならば、そのすべてが用意されているところはあなたの体を構成している。意識を構成している素粒子を生み出している源のエネルギーフィールドだから。この素粒子側を扱うのが量子力学です。簡単に言えば量子力学とはミクロの世界を扱う学問です。量子とはとても小さなエネルギーや物質を表す言葉と覚えておいてください。とても小さな量子はどれくらい小さいのか。イメージが伝わりやすいように人間の体を例に順を追って見ていきましょう。私たちの目に見える肉体、その肉体は細胞でできています。その細胞は分子でできていて、分子は原子でできています。原子を調べると、その中にもっと小さな陽子や中性子が見つかります。この辺までは科学の授業で習って馴染みがある方も多いでしょう。でも陽子や中性子を構成しているもっと小さな物質やエネルギーもあります。それが素粒子です。最も小さいもので10のマイナス30乗センチメートルぐらい。さらには大きさのない素粒子もあります。つまり体という目に見える物質を極限まで分割していくと、顕微鏡で見ることも到底不可能なとんでもなく小さな素粒子にたどり着くわけです。改めて大きい順に並べてみましょう。このうち分子や原子以下の小さな世界、陽子や中性子や素粒子などを扱っているのが量子力学で、量子力学ではない側が古典力学です。なぜそういう区別があるかというと、量子の世界には目に見える大きな世界を司る法則とはかなり違った不思議な法則が働いているからです。私たちの意識はフォトンという素粒子。特に興味深いのは素粒子です。先ほどは人間の体を例に挙げましたが、人間だけでなく動物も魚も植物も、また生き物ではない鉱物や私たちを取り巻く空気や水さえも、あらゆるものが素粒子からできています。この素粒子には次のような不思議な性質があります。粒でもあり波でもある。時間の概念がない。観察意識をすると生存確率が1に近づく。初めて聞いた人には一体何のことやらですよね。私たちの世界の常識では粒と波は別物です。時間は常に一定方向に進み、私たちは過去、現在、未来の枠の中で生きています。一人の人間が別々の場所に同時に存在することなどできません。ところが、それらの常識が全部ひっくり返ってしまうのが素粒子の世界なのです。粒でもあり、波でもある。時間の概念が存在しない。分身の術みたいなことができる。もう少し詳しい説明は後にするとして、ここではそういう性質があるということだけ頭に入れていただければ結構です。さて、素粒子にはいくつかの種類があります。その中でも私が一番注目しているのはフォトンです。フォトンは光を構成する素粒子ですが、なぜこれが重要なのかというと、私たちの意識や感情の正体はこのフォトンだからです。自分の出す周波数に応じた世界が展開される。意識が素粒子の一つ、フォトンだということは、イコール粒でもあり波でもあるということです。素粒子の性質の粒でもあり波でもあるを思い出してください。ここで重要なのは波の性質を合わせ持っているという部分です。波にはそれぞれ周波数があります。
例えばテレビの電波をイメージすると分かりやすいですね。周波数ごとにフジテレビの世界とか NHK の世界とか違う世界が展開されています。見たいテレビ局にチャンネルを合わせれば、その周波数で運ばれてくる様々な情報をキャッチできます。私たちの意識も波なので、常に何らかの周波数を出しています。テレビ局と同じように、その周波数帯に応じた世界を生み出しているのです。例えば幸せだという周波数の波を出していると、その人は幸せな情報をたくさん拾うし、ムカついているとムカつく情報ばかり拾ってしまいます。例えば何人かで食事に行った時、そこで子供たちが騒いでいたとします。うるさいなぁと思う A さんもいれば、元気でいいわねと感じる B さんもいます。同じ場所で同じ現象を見ても、それぞれの周波数帯で違った捉え方をするわけです。私たちは自分がどういう周波数の波を出しているかによって、生きている世界が違うと言えるのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、すべてが用意されているゼロポイントフィールドにつながる生き方という本をご紹介します。本書は量子力学で夢を叶える本。一見量子力学と願望実現って何のつながりもないように思えますが、実は量子力学が扱う小さな小さな世界にその秘密が詰まっていたんです。この世界には自分の願いすべてが用意されているところがあって、僕たちはただ願いが叶う周波数帯に入るだけ。無理にポジティブにならなくても、頑張らなくてもいい。自分の願いが叶う周波数帯と同じ波動になるだけで、その願いが現実化されるんですって。スピリチュアルを科学する、めちゃめちゃ素敵な考え方に触れてみましょうよ。著者は村松大輔さん。量子力学を生き方論にする手法をアレンジし、人生は自分発信の通りに現実化していることを突き止めた村松さん。その後設立した能力開発塾の多くの塾生が目覚ましい成果を上げることから講演依頼が殺到、作家として多くの著書を出されるなど、活躍の場を広げています。そんな彼が高い波動で望み通りの人生を現実化する方法、量子力学で夢を叶える方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。引き寄せの法則も量子力学で説明できる。自分が出している周波数によって現象が変わる。それって引き寄せの法則だよね、と思いませんでしたか？そうです。実際にその仕組みは量子力学で説明することができます。共に目に見えないものを扱うスピリチュアルと量子力学は相性がいいのです。引き寄せの法則に関してよくある誤解は、いいことばかりが引き寄せられると思われがちなことです。でも違います。幸せなことも悪いことも、すべて自分が引き寄せています。うわ、最悪と思っているときは最悪フォトンを飛ばすので、周りと最悪の周波数で呼び合って、また最悪なことがやってくる。それだけなのです。フォトンがなぜ呼び合うのかというと、これもフォトンが波だからです。波には周波数があります。そして同じ周波数の波同士は共振現象を起こします。例えば 440Hz の音叉をハンマーで鳴らすと、近くにある同じ 440Hz の音叉が何もしないのに鳴り出します。こういうものが共振現象です。同じように自分がある周波数を出すと、それと同じ周波数を出しているあらゆるものが共振し集まってきます。そして現象として目の前に現れるわけです。これが引き寄せの法則のメカニズムです。放っておけば、今出しているのと同じ周波数のものがひたすら引き寄せられてきます。もし自分が望むようなこと、例えばありがとうと感謝したくなる出来事を引き寄せたいなら、その方法は一つ。
自分がありがとうの周波数を出すことです。イメージと感情がしっかり出ると強烈な物質化現象になる。フォトンが特定の現象を起こすことについては別の角度からの興味深い考察もあります。フォトンが波として飛び出すとき、それは電磁波として私たちの周りを飛び交っています。フォトンの波が電磁波です。携帯電話、電子レンジ、レントゲンが出しているのと同じ電磁波です。可視光線も電磁波です。そもそも電磁波とは何かというと、電気的な振動と磁気的な振動が空間を伝わる現象と説明できます。つまり電の波と磁の波が合わさったものがビューンと走っている、それがフォトンなのです。このことを踏まえて、電磁波の電がイメージで、磁が感情、それが両方出ることで物質化現象が起こるとするモデルもあります。例えば優しい旦那さんと素敵なお家に住んで素敵な車があってとイメージすると電が出ます。それに対して、私なんて幸せなんでしょう、もう最高と幸せを感じると磁も出て、イメージと感情が両方出るので正常な電磁波フォトンが出て物質化します。逆に幸せな家庭を想像することはできても、今まで彼氏できたことないし私なんかじゃ無理と思って喜びや幸せの感情が生まれなければ電磁波は飛ばず物質化しないというわけです。イメージができてもうまく感情が出てこないという人は、感情を強烈に味わう練習をしてみましょう。道を歩いてて花が咲いていたら、オーバーなくらいに感情を込めて、うわーすっごく綺麗と言ってみる。子供を褒める時も、すごいマジよくできたじゃんみたいに相手がびくつくくらいに強烈に褒めてあげる。そういう練習をしてみてはどうでしょうか。すべてのものが生み出されるゼロポイントフィールド。ここまでフォトンという素粒子を取り上げて、フォトンと私たちにとっての現実が生み出される仕組みについてお話ししてきました。素粒子は物質を構成する最小単位ですが、そもそもそれはどこから生まれてくるのだろうという疑問が湧いてきませんか。素粒子が実際にどんな形をしているか見ることができた人はいないのですが、超紐理論という最先端の仮説では紐の形をしているとされています。ではその紐が生み出される場所とは。その場所こそアインシュタインが伝えていたエネルギー場であるゼロポイントフィールドです。ゼロという言葉がついていますが、何もないという意味ではありません。絶対零度、マイナス273度で熱のエネルギーがないはずなのに、莫大なエネルギーが動いている場所です。そもそもビッグバンが始まる前から宇宙にあまねく存在しているすべての情報の源だと。つまり、そこからすべてのものが生み出されているというのです。ということは、素粒子イコール紐は瞬間瞬間ゼロポイントフィールドから生み出されているので、私たちの元はゼロポイントフィールドということになります。私の源もあなたの源もゼロポイントフィールドで、ここは誰の源という境がないのです。火星人も幽霊もアンドロメダの星そのものも全部ゼロポイントフィールドの結果です。そこへ行くと何もかも一緒で区別がありません。お釈迦様が見てきた空というのも、量子力学的に言えばゼロポイントフィールドで、すべて一つという領域です。意識をずらせば必ずすべては一つという領域があるのです。ゼロポイントフィールドは魂の源。私たちの意識の本質や魂の源もゼロポイントフィールドにあります。哲学者、未来学者のアーヴィン・ラズル博士は、このゼロポイントフィールドにあるものを愛というふうに伝えています。その博士の言葉にこういうものがあります。愛は私とあなたが別々の存在ではないということを知っている。ゼロポイントフィールド側、愛の側から見れば私とあなたの差はないのですよ、と伝えているわけですね。アインシュタインも同じようなことを言っています。一人一人に与えられた魂は、宇宙を動かしているのと同じ生きたスピリットによって動かされている。つまりゼロポイントフィールド側の周波数によって私たちの魂は生かされているということです。またアインシュタインはエネルギーの永続性にも触れ、
物質には永続性はないが、エネルギーにはある。滅びない。エネルギーと結びついた物質が宇宙の実体なのだ、と説明しています。私たちの体は滅びるけれど、エネルギーは消滅することなく存在し続ける。ゼロポイントフィールドから出てきた素粒子が、この宇宙のすべてを作っているということです。ゼロポイントフィールドが、アインシュタインが言った、私たちの魂を生かしている宇宙を司るエネルギーです。自分がグレーの意識であれば、ゼロポイントフィールドから来た振動数をグレーで見ているし、青で見ていれば世界を青で見ている。オレンジで見ていればオレンジで見ている。そういうふうに物質化していて、出来事自体は変えられません。でも、自分が出す周波数が変わると現象が変わって見えるので、出発点は全部自分なのです。私たちから見て幸せなこともムカつくことも悲しいこともすべては自分が出した周波数の結果です。すべての人はフォトンを飛ばしているので、意識するかどうかに関係なくすべての人が引き寄せをしています。自分を大切にする方向に生き方が変わるとフォトンの発する周波数が変わり、自分の細胞に浴びせている周波数が変わるので、細胞の周波数も生命力を高める方に変わります。それができるかどうかは、周りのせいだと思うか、全部自分の出している周波数の結果だと思うかで分かれるでしょう。また一つの出来事でも、人によって汲み取り方は全く違います。例えば突然の解雇などの出来事があった時、会社にクレームを出すのか、新しい道にようやく行けると思うか、自分の可能性を試されていると思うのか、それまでの自分が出していた周波数はどうだっただろうと振り返るのか、同じ出来事でも本人がどういう意識で見るかによって全然違って見えますよね。最悪にも幸せにもなれる。この世はパラレルワールド。パラレルワールドとは、この世界と並行して存在するいくつもの別の世界があるという考え方ですが、それだけでは表面的すぎて分かりづらいですよね。この概念を捉えるのにいくつか説があります。例えば、銀河系が何箇所かあり、それぞれ別の世界を展開しているとか、今この場に全ての世界があるという捉え方です。誰かにアドバイスされた時に、自分が見ている周波数によってうるさいと思うパラレルワールドと、そういう考え方もあるんだな、ありがとうと思うパラレルワールドがある。そんな風にその人の意識で世界が違ってくるというのがパラレルワールドであり、それは今ここにあらゆる周波数帯があるということとイコールなのです。プリンストン大学のヒュー・エベレット博士がパラレルワールドのことを次のように言っています。観測者の一つの世界の主観では、相関した世界のみが観測可能な世界であって、相関していない他の世界は観測できない。つまり、うわ、最悪、不幸と思っている人の世界では、それと関係し合った不幸の世界だけを見ることができていて、相関していない幸せな世界は観測できない。めっちゃ幸せ、ありがたいなと思っている人の世界では、相関した幸せな世界しか見ることができなくて、関係していない不幸の世界は見ることができない。これがこの人の多世界解釈ですが、私が捉えるパラレルワールドもそういう感覚です。私たちが存在する今ここには、嬉しい、ありがとう、ワクワクする、嫌だな、イライラ、悲しい、自分なんて、それらの周波数帯の過去、現在、未来すべてが存在しています。ありがとうと思っていると、現在だけでなく過去も未来もずっとありがとうの周波数で存在しています。ポジティブもネガティブも、あらゆる周波数が全部ゼロポイントフィールドに畳み込まれていて、自分がどこの周波数帯で見るかでしかないのです。パラレルワールドの切り替えには、普段からそれを意識しておくことが大切です。私もどんな時でも自分が見たいパラレルワールドに変えることを意識して生活しています。ありがちな例ですが、誰かにちょっと話があるんだけどと言われることってありますよね。会社の上司、仕事仲間、妻、夫、相手が誰でもドキッとしてしまう人が多いのではないでしょうか。これは、何かあったらまずい、逃げようという人間の生存本能から来る癖でもあって、リスクマネジメントとしては有効です。でも、そこから悪い想像を広げてしまうと周波数が一気に下がるので、
それは何とか食い止めたいですよね。かつての私もそういう時はドキッとして、また嫌なこと言われるかなと考えてしまい、低い周波数のパラレルワールドに行っていました。周波数が高いとエネルギーは高くなり、周波数が低いとエネルギーも低くなります。私が妻から相談などを受けた時、面倒くさくなってつい私から、その話の件は前にも言ったでしょと言ったりして、ちゃんと話を聞かなかったのです。そうすると、また聞いてくれないのねとなって良くない方向へ進みます。でも関係を壊す方向には進めたくないので、そっか、物言いしてくれるくらいより良くしたいんだな。時間を割いてまで話をしてより改善したいんだな、という感謝に変えます。そして、わざわざ時間を割いて伝えてくれてありがとう、と言って話を聞いて、自分はこうなんだ、と現状を伝えたり、これは俺はできないんだけど、やってもらえるかな、と協力を頼んだり、その時に応じてより良くなる側に周波数を上げることができます。つまり、自分がありがとう側に行くと、そこで世界が進むのです。妻の心をより汲めるようになる、とか、話し合うことによって自分の幅が広がる、器が広がる。だからありがたいと思って話を聞く。そうだったんだ、大変だったね、と受け止める。そうすると相手も、あ、聞いてくれた、と感じて、すっと穏やかになります。1秒先、10秒先、1分先は自分が作ったパラレルワールドを進んでいるので、どこの意識を取るかで一瞬にして世界が変わります。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。村松さんの本はこれまで何冊もご紹介していますが、やっぱり夢がありますよね。願望実現というつかみどころのないものが、量子力学の観点で見ると全てを言い表すことができる。スピリチュアルで言われていたことが量子力学ですっきりと説明できていることに驚きと美しさを感じますよね。この宇宙のどこにでもあるゼロポイントフィールドと呼ばれる場所に全ての周波数が畳み込まれていて、それを自分がどの周波数帯で見るかだけ。そう考えると、今この瞬間も僕たちの周りには可能性しかないと言えるのかもしれませんね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました。ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです、見つかりましたか。見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。